皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月18日、月曜日になりました。ということで、先週からですね、引き続きお話している内容に、ダックダック号というですね、まあ検索エンジンやブラウザーの話とか、 そして、Firefox のブラウザー、そしてそこに AI が搭載されたって話が来て、はい、皆さんお待たせしましたということなんですけど、今日のテーマはこちらになります。えー、ご覧ください。どうぞ。 はい。ア、えー、ARC のブラウザーに AI 検索エンジン搭載の iOS、Android アプリ ARC Search の使い方ということでお話をしていきたいと思うんですが、実は ARC というですね、ブラウザーについては過去まだ一度もお話ししたことがなかったので、今日まずこの話と、そしてそのスマホのアプリの話をですね、今日はしていきたいなと思ってるんですね。それが ARC Search というものなんですけど、まあ、ちなみにですね、ARC というブラウザーは、 2023年の7月に Mac 版がリリースされまして、そして今年2024年の1月にこの iOS 版の ArcSearch っていうのが誕生してるんですね。これでポイントなのは a r c ブラウザーと言わないで ArcSearch って言ってるのがポイントなんですね。で、その Arc なんですけど、今年のですね、2024年の4月にようやく a r c ブラウザーの Windows 版が出て、そしてつい先週ですね、 2024年の11月12日にようやく Android の ArcSearch ア,アプリが出ましたということで、これで Mac と Windows の PC 版、そしてアプリの iOS 版、Android 版が全部揃いましたので、 ようやくですね、皆さんにお話しできるということになりました。まあ、前からお話してもよかったんだけど、Android が出てから話そうかなと思ってたですね、気づいてみればですね、この iOS が出たのは今年の1月なので、もうね、1年ぐらい経ってしまったんですけど、非常にですね、えー、便利なサービスということで、これがですね、Arc、えー、のホームページの Mac 版、Windows 版ですね。 で、上のメニューのところでモバイルに行ってもらうと、iOS、Android 揃ってますので、ぜひね、見てください。これ、Android 見てください。Android の方見,ず見ていきますですね。これ、あの、このアプリについてって見ていくと、リリース日ー2020年11月12日になってるんですね。ようやく出たということで、はい、今日はですね、この Arc ブラウザー、そしてスマホのアプリの a r c サーチについてですね、紹介していきたいと思います。はい、では早速なんですが、まず PC の方から見ていきましょうということで、 はい、えー、アークを開いてみます。これ、アークブラウザーを開いて、何もまだ設定しない状態になってるんだけど、ここから説明していきたいと思うんですが、えー、まずはですね、こんなのからやっていきましょうか。えー、まずはここですね。まあ、一番このアークブラウザーのポイントはどこにあるかっていうと、ここにもあります。